こんにちは。スーパーファミコンね。吉谷さん。スーパーファミコンはね、私にとってもまだね、出たばっかりで新しいような気がしますよ。まあけど、もう、小学生の頃だったんだなぁと思うと、時の速さを感じるなぁと思います。でも、時の速さを感じると言っても、人間の印象って一瞬じゃないですか。それこそ、あれって2、3年前の話かなぁと思ったら、もう5、6年前の話だったりね。 か私も未だにね、マージャン屋の親父だった感覚はあるんですよ。うーん。でももう10年も前ですからね。で、あと未だにね、スーパーのなんかこう、店員だった、社員だった頃のことも思い出すんですけども、あれは私が22、3の頃ですからね。もうだから20年以上前ですよ。このぐらい時間の感覚って曖昧で、自分がまあ、経験したことってね、まあまるで、 昨日のことに喋れますよね。例えば昨日、スーパーの店員をやっていて、一眠りして起きたみたいな感覚で今喋れるとかね。麻雀屋のこともそうですよ。多分吉田さんも前の会社にいた時のことをね、うん、なんかリアルに思い出すことあるんじゃないですか。明日は頭丸めていかないといけんなとかね。明日はなんかね、少年ジャンプみたいに俺を殴ってくれって言わなきゃいけんなとかね。懐かしいっすね。全部が 思い出、そして今日を支える糧になってるような気がしますね。で、私たちは特に情報発信してるわけですから、個人的なことも喋りますよね。難しい、懐かしいことも。だからなんか、より自分の過去を思い出して、より、人よりもより話してるんじゃないかなと思いますねで。しかもこれ会社にいたら飲み会で話さないといけなくって、 煙たがられるんですけども、私たちの場合は、どんだけ自分のこととかね、自分の手柄とか自分のね、なんかこうエピソードを話そうと、別に人が前にいないんですよ。録画してるだけなんで。うん。だから多分そういうのがあって、あんまりいやらしく聞こえないところもあるのかなと思いますよね。だから同じ話を、多分飲み会とかやりながら、ビール飲みながら聞かされたらたまらないんですよね。<laughs> でもやっぱりこう、この動画を見るってことは自分の意思で再生して、 話聞いてみたいなって思ってる人が再生してるんで、そんなに、あのー、鼻につくことってのはないのかなって気がしますけどね。うんあ。ちなみにね、この前ね、あのー、通帳の記入に行ったんですよ。まあそんなんたまにやることじゃないですか。月に1回ぐらい。で、せっかくだから、YouTube のショート動画をね、ついでに撮ろうかなと思って、通帳記入してるところをショート動画撮ったんですよ。これ まあ1億円の書き込みの時っていうのも撮ったんですけども、今回ね、別にそういうのでも何でもなくって、単なる貴重ですよ。金額も大したことなくって、一応まあね、こう、通帳ジャーッと書いてる間、ぼーっとしてるのももったいないんで、すべてを金に変えようと思ってね、こうやって録画しながら通帳入れたんですよさ。さっき見たらね、46万再生もされてましたね。<laughs> 何にも大したことないんですよ。オチもないし、喋ってもないし。うん、もう本当、見なくてもしょうがないようなやつ。うん、ただ、タイトルを、金持ちになる瞬間って書いたんですよ <laughs>、うん。面白いですね、吉田さん。何をやっても本当に金になりますね。これがまさに、金持ちへの道ということなのかなと思いますけども。まあ、私がマージャンやってる時にはね、金持ちには全然なれなかったと思います。ただ、マージャンしてるだけ。あれほど膨大な時間をマージャンやってたのに、 もう動画も全然撮ってないですよねもったいないですね思えば毎日毎日ネタに溢れてたような気がするんですけどねもったいないですねいってらっしゃい。